皆さんこんにちは、しんちゃんです。本日はこちら、じゃじゃん、合唱型イグルー作ってみた。イエーイ。イグルーというのは雪のブロックを使って作られた鎌倉のようなものです。一般的にはドーム型なんですけども、今日は合唱型のイグルーを作ってみたいと思います。まずは雪のブロックを作ってみましょう。四角いボックスとスコップを準備します。ボックスの中に雪を入れていきます。パンパンに入ったら足で踏んでいきます。ボックスをひっくり返して雪を出します。のですが、今日の雪はですね、結構サラサラしていて、ポロ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 こういう感じでしっかりと固まらない雪になってます。このようなブロックでは強度が足りないので、別の方法でブロックを作ってみましょう。使うのはスノーソーと呼ばれる雪を切るための道具とスコップです。まずは十分に踏み固められて固くなった雪の上に立ちます。そして場所を決めてスノーソーを使って、四角い形に切り取ります。切り取ったらスコップで掘り出します。よっ、こんな感じです。この時のポイントは、雪のブロックをたくさん作るので、サイズが大きくなったり小さくなったりしないように統一させるのがポイントです。それでは雪のブロックをたくさん作って合唱型のイグルーを作っていきたいと思います。できた、できた、できましたよ。こちらです。制作から3時間。合唱というよりかは犬小屋ですね。雪のブロックをこのようにアーチ状にするのがとっても大変で、見てください。実は後ろ側は屋根はありません。中に入ってみると、人一人ギリギリ入れる、そんな空間があって、天井はありませんので、とっても開放的です。コロナ対策も完璧、開放的な空間になっています。あ、なんだか疲れちゃったな、お腹空いてきた、鍋食べて。
最高。ごちそうさまでした。うめえ。いやお腹いっぱい。イグルーで鍋最高ですね。皆さんもこの冬イグルー作ってみてはいかがですか。しんちゃんからのワンポイントアドバイス、イグルーは一人で作るものじゃない。家族や友達と一緒に作りましょう。そうじゃないと心が折れます。